求めて連れ去られてったのか。上空まで、上空まで吹っ飛んだ。おいおい、ただごとじゃねえな、こりゃ。まあ、ほんとだよ。おー、3速6速危なかったね。鍵穴に封じ込められてたからね。うわうわ、もうこんなん勝てるのか。うわ、もう誰使う、誰使う。選べます。みんなの力を合わせるんだ。繋がりを信じて。リク、大丈夫かい。ああ、俺たちならやれる。おお、行くぞ。いや、やっぱちょっとシオンもいいよね。シオン、うわ、かっこいい。全員の力を合わせてレプリカゼアノートを倒せ。どういうこと、どういうこと。戦うと宿地があるけど、ボタン、あ、なるほど、あ、レプリカゼアノートって言うんだ。あ、これでガードできる。へー、もうフィニッシュしていいの。したくない、したくない、どんどん戦いたい。うわ、かっこいい。かっこいい、なにこれ。うわ、戦ってるよみんな。で、まあ、中心でシオンと王様とアクアが力を貯めて、じゃあフィニッシュいく。おー、かっこいい。あ、これもなんか削っていくんだ。あ、なるほどね。今度は、うわ、アクセルかっこいい。エアドッジで避けながらフィニッシュ。かっこいいじゃん、やっぱアクセルいいよな。で、6冊アクセルをこうやってがっつり操作で使わせてほしかった。あ、ちゃんとさ、アクセルをリフレクトガードになってたんだ。いや、ちゃんとガードもすればよかったな。あ、で、またリク、リクはエアドッジなんだね。なるほどね。エアドッジで避けてフィニッシュ、オンラッシュ。なんだ、すぐ力抜き、上級のやつ特別なアクションをする。何、あ、ダメなの。なんだなんだなんだ、もう一回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 オンラッシュ。ちゃんと見よう、リアクションの部分を。ダブルガーディアン、あ、連打か、連打か、連打すればいいんだ。サクセッサー、かっけー、なにそれ。俺らあんまり絡みないけど、あ、でも、あ、なるほどね。テラもリフレクトガード。あ、ちょっと今なんか今会話してたな、ちゃんと聞けばよかった。リクとテラのこの共闘いいね。フィニッシュ。僕たちの力でみんなを守るんだ。え、なるほど、力を合わせます。この3人の、あ、なるほど、リフレが成功したらまるで反撃。なるほどね。はい、あー、あぶね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 。あ、これで戦っちゃえばいいんだ。いやー、でもこれリフレがいいな。やべ、あぶねー、ギリギリ、アブソリュートゼロ、マジックウィッシュ、マジックウィッシュで中心三角で切れてけよ。プロミネンス、あー、これアクセルのプロミネンス。やっぱそのキーブレードもいいけど、そっちがいいよね、アクセルな。なあ、ほんとだよね。即席の割にはいいコンビ。あ、ちょっと会話もちゃんと聞きたいね。ちょっと効果音とか、あっぶね、効果音とかでちょっと聞きづらいけど。フィニッシュ。このみんなの掛け合いもいいよ。そしてベン、避けて、あー、いくらいなかった。オッケー、で、フィニッシュ。いいね、逆手持ちキーブレード。で、テラか、まだいける、まだいける。いいね、このガード担当いいじゃん、ガード担当。フィニッシュ、かっこいい、さすが。で、6サスガード、あー、ちょっと遅かった。はい、ガード、いいね。なんだ、シオン、よけたよけたよけた、危ない。ツイストリベンジ、ストームライダー、ミラクルオン、もうすごい、かっこいい。お前も、いや、ベンとロクサスがこうやって掛け合うのいいじゃない、同じ顔同士の。
どっちがどっちだか分からんぜ。声も一緒だし。いいね。あと逃げるし。あー、ちょっと早かった。大丈夫だ。もうちょ、やべえ。やちょ、待て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 。やばいやばいやばい。ちょっと今相当食らしまったな。僕はメモリを固めるんだ、王様。よし。これそうか、何回目投げてんのこれ。3回やってってことか。アバンストストライク。なんだアバンストラッシュみたいな。オッケー。いっちゃいっちゃいっちゃい。もう一回もう一丁。はい。で、あ、ちょっと今の言ってたな。まさか2回かよ。さっき3回だったじゃん。オッケー、今リズムゲームになってきたね。クイックドッチ、かっこいい。リク、ダークディバイト。なるほど、リフレクト。なるほど、シュートロックコマンド的な。頑張れリク。テイクバック、テイク、連打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 か連打か。おいしいとこ持ってくね。で、まああとちょっとだけ残ってんぞ。これで、ソラ。あ、なるほど、リクと心通わし、あと王様じゃないか。結局やられそうになる。あ、リク、リク。そしてソラの心が王様の中に入る。初めてのことじゃないこれ。もう見てらんねえぜ。何？立ち上がる。連打って立て、立つんだ王様。もう断平の気分。これはかっこいい。まだだ、まだ僕は諦めない。かっこいい。どうする？あ、前行って。レプリカズヤノートの攻撃、まるで攻撃。なるほど、王様。すごい攻撃。こんなんもやばい。危ねえ。さすがキーブレードマスター王様、最後のキーブレードマスター残った。フォースバック。おお、踏ん張る。対面が合わせて丸で。なるほど、こういうことか。うわ、もうなんて、もうボロボロだけど頑張ってる王様、さすがだな。最後の希望だぜ王様は。いや、やっぱりさ、もう最後のその主役級の活躍でさ、ミッキー持ってくるのよくない？まあ、もしかしたら美味しいところはソラが持っていくかもしれないけど、王様がこんな感じでいい見せ場を作るっていうのは初めてじゃねえか。あ、やばい、ボロボロ。もっと近づかないと。3段、かっけー。王様、やっぱかっこいいな、ミッキーって。めっちゃかっこいい、これ。キングダムハーツやったらよりミッキーが好きになることができるよね。踏ん張ってアタック。危ねえ、これちょっと1回もミスれねえな。まあ何回かミスっても大丈夫なようにはできてるっぽいけど、俺は1回もミスりたくないよな。やべえ、何、諦めずに何度でも。と頑張れ王様。ちょっともうかわいそうだからミスれないわ。光を守るために。
なるほどね、何回ミスってももう立ち上がることができるんだけど。何？ちょっとむずい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 、やばい。フォースバック、今度は全員バージョン。スティックを前に倒して押し返す。なんかちょっと BGM もちょっとディズニーチックな感じでね、クラシックな感じでいいね。まるで力を高め、連打しろということ。ラストホーリー、ラストホーリー、鍵穴の奥へ光を放て。僕たちも一人じゃない。いや、主人公してるじゃねえかミッキー。今までこれは空の役目だったぞ。かっけ、浄化した。おいおいおい、いい王様、いやこんないい見せ場を用意してくれるなんて。最後の力を振り絞った。ソラ、どうしてここに？それとも幻？俺からリク、リクから王様、つながりをたどったんだ。これで七つ。王様の光は俺が受け取った。あとは任せて。これで7つ揃ったと。しかし陸から王様へつながりたどったっていうのはよくない？空から直接王様じゃなくて陸からたどって王様にたどり着いたってところがまたええやん。よさみしかねえぞ今回。ここはで、またこの鍵穴だらけの、心からもしかして封印されたみんなを探せみたいな。王様の光だ。あー、さっきのラストホーリーの。はいはいはい、どんどん反射して。そうか、この光をつなげれば。光を鍵穴に。うん、光を鍵穴に。鍵穴、まるで鍵穴に光を放とう。光る鍵穴をたく狙うとたくさん繋げられる。と。繋がった。おお、すげえ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 。なにこれなにこれ。あ、光る鍵穴をど、うわ、すげえ、めっちゃくる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 。あ、気持ちいい。なにこれ。あ、光る鍵穴。光る鍵穴、これか。どんどん光るか、あ、これだこれだこれだ。絶対これだ絶対これだ。うわー、気持ちいい。気持ちいい。あ、なるほどね、これ何発も何発もそう撃てるものじゃないのかな。いや、そんなことないよね。ガン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 撃っちゃっていいんじゃない。だからもうこ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 うやってどんどん撃っていいんじゃないのこれ。あ、光る鍵穴今あったな。これかな。あら、気持ちいい。あー、たた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 。ほら、どん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 気持ちいいね。ラストライトで守護者へ光を届けよう。やべ、今の超気持ちいい。永遠にやりたいやつ。プチプチずっと潰す的なあの気持ちよさ。
く？おもむろにキーブレード上に放つ。みんな、あ、みんなそこにいるのねって感じだよね。で、空に光が、はい、カイリー、そしてこの初期を思い出させるこのアングル、この演出、まんまじゃん、ワンじゃん、いいね。うわー、いいですね。初心に帰るこの演出、まんまじゃない。この綺麗になったグラフィックでこれ見るのもいいね。ああ、よかった、戻ったんだ、カイリ。カイリ、空、カイリ、準備はできてる？え？うん。おお、なになに？戦うってことか？なんかもうめでたしめでたしさしてくんないな。まだまだ空は代償も払ってないよね。